イザベル・デコスは、ブルターニュ・コー・フランソワ一世の日、イザボー・デコスとも呼ばれた。スコットランド王・ジェームズ一世と、オーヒー・チョー・ン・ボー・フォートの娘。英語名では、イザベラ・スチュアート、または、イザベラ・オブ・スコットランド。イザベルは、姉のマーガレットよりも美しいという評判が高く、ブルターニュ・コー・ジャンゴ世は、息子、フランソワの妻に、イザベルを望んだ。コーは スコットランドに大使を派遣した。ブルターニュ宮廷に戻った大使は、イザベルは美しく賢明で優雅であり、控えめであると報告した。ジャンゴセイはこう答えた。1442年10月30日、王霊場にてイザベルは、フランソワと結婚した。その後すぐ宮廷全体がレンヌへ移動し、8日間の祝縁が続いた。姉マーガレットがくして死ぬと、イザベルは、 現在も残るミニアチュールの自童書を作らせた。姉と同様にイザベルも詩人としての名声が高かった。1450年にフランス王一世が死ぬと、彼女は広告の最小ジャンドラリビエールが建てさせたバンヌの邸宅に陰性した。今日この邸宅は三人の皇妃の家として知られている。1494年にイザベルは死に、 バンヌのサンピエール大聖堂に埋葬された。ありがとうございます。